殿は刑部様のご病気が悪化していなければ一刻も早く大阪へいらしていただきたいとのこと。目は何とか見える。足はすっかり萎えてしまった。痛みも終わりのようで。わかるか。伊賀の女は人の痛みに悟く、自分の痛みに鈍感でございます。雪が舞い始めました。戸を閉めましょうか。寒さが痛みを和らげてくれる。わしは早急に越前を発すると三成に伝えてくれ。殿も喜ばれます。そちは三成の思い人になったか。いえ、めっそうもございません。